いよいよシーズンも大詰め、セパリオリーグとも熾烈な優勝争いが繰り広げられる中、早くもオフの FA 選手の挙手に注目が高まり始めている。動画、頼れる5番団、大城がサイスニードから放った3号ツーランシーン。現役時代は対応、現 DNA で活躍、引退後は日本代表コーチも務め、 現在は野球解説者として活躍する高木と洋二は9月22日に自身の YouTube チャンネルに FA 考察 GM なら絶対獲得に動く選手は現時点で考える FA 選手について語りますと題した動画を更新各球団の FA 選手の挙手に関して独自の見解を語っているまず高木氏が注目選手として挙げたのは巨人の変則左腕 高梨雄平長年ブルペンを支えている左腕は今季も49試合に登板ここまで24ホールド4勝3敗防御率2.122日現在と安定したパフォーマンスを示している高梨に関して高木氏は今年は存在価値出したねとした上で強みに関してはああいう変則というのは各球団絶対欲しい投手なんだよ と断言日本ハムのベテラン左腕宮西直樹を例に出した上で変則左腕が希少であるゆえに求められるピースだと見る仮に FA 宣言したら争奪戦になる可能性があるとした具体的には救援左腕が手薄な d n a やヤクルトの名を挙げる場面もあった高梨は楽天から2020年7月にトレードで巨人に移籍してきた 21年から3シーズン連続で50試合以上登板とブルペンを支え続けている。日頃から巨人愛を訴え、若手が増えてきた投手陣の精神的な支柱ともなっている左腕は果たしてどんな決断を下すのか。そして同志は9月に FA 権を取得した大城匠の挙手にも言及した。今季はシーズン途中に打撃不振でファーム調整。 最昇格後は打撃を買われて一塁再挑戦と激動の年となっている。最近では打席での消極的な姿勢を指揮官の安倍晋之助監督が厳しく指摘したことも注目された。今季はここまで92試合に出場。打率1257、3本塁打、26打点。高岸は大城の決断のポイントに関して、自身がどういうキャリアを書いているか、 とコメント。本職の保守へのこだわり含め、自身の野球人生をどう考えているかが大事になってくるとした。巨人にずっといれば、間違いないと思うんだよ、と巨人残留は安泰という見方を示しながらも、今季は主戦保守という位置づけではなく、岸田幸則が台頭してきたシーズンでもあった。現在は8月後半から戸郷小生の指名もあり、 都合の登板試合では大城がマスクをかぶることが増えている。え、その都合を受けている。そこら辺が大城のプライドを抑えてくれているといいけどな、と高木氏。保守としてのプライドに関して、大城の心情をおもんばかる場面もあった。一方、仮に大城が FA 宣言となれば、多くの球団が獲得に乗り出すという見方も示した。具体的には、ソフトバンクでもいい。 と同じく FA 年となっている主戦捕手の甲斐拓也が残留したとしても、力のある打てる捕手は求められるとした。動画内では他にも、各球団の FA 選手、ソフトバンク、会阪神、大山祐介、坂本誠志郎、梅野龍太郎、DNA、佐野圭太らの挙手についても見解を語っている。今オフは例年以上に選手が動くとの見方もある。 選手たちの決断の行方に今後も注目が集まりそうだ。文、構成、ここからネクスト編集部。